知ってる？今何？ちょっとこのジョイポリスが今パニックになってるって話。ジョイポリスがパニック？あんな楽しいお台場のジョイポリスが？そう、今ほら俺朝ほらジョイポリスのに就職してるわけじゃん。就職でバイトで、ね、清掃バイトで、でたまに昼間もやるのよ、でジョイポリスの事務所も掃除するの、皆さんが働いてる、普通に俺が清掃してたら、6人ぐらいの女の子、ジョイポリスの女の子たちが、すいませんって来て、ゆったり感の中村さんですよねって、俺マスクしてんのよ、ね、で清掃やってて、でゆったり感の中村さんですよねって6人が、で、あ、はいみたいな、キャーって言ってマジ本物だみたいな、マジでキャンパス内藤寺見てましたみたいな、事務所の20人ぐらいがうわーみたいな、芸人だよ芸人だよみたいな、もう相当すごいのよ、もうでそれが3時だったのバレて、で8時に行ったら、また行ってもうわーってなるのよ、来た来た芸人さん中村さんが来たみたいな、で次の日も俺さそれだって清掃だったの、そしたらまたその人たちがうわっまた来てくれたみたいになって、もう今俺事務所をジョイポリスの子たちが清掃してくれるのよ、俺じゃなくて、俺はしなくていいの、もうタレントさんタレントパワー休んでくださいみたいなザ・タレントパワー、いやどこで走ってんだタレントパワーすごいね、そうよ、でもいいやつなんでジョイポリスのやつ、なんでバイトしてるんですかって誰も言わないお察ししてくれてるのか、めちゃくちゃいいやつだ、スターなんだ、じゃあスター、じゃあ行くのがじゃあ楽しいじゃん、今楽しくない楽しくないんかい、うん、今楽しくない、ああそう、でもそっち受け入れて掃除してくれてるから、その大樹さんドリアンズの堤さんとかってやってんじゃん、今大樹さんに、いや今見ました、大樹さん今そのジョイポリスの子たちが、中村さん中村さんつって話しかけられたの見ましたつって大樹さんに言ったら、バレたんお前みたいな、いやキャンパスナイト富士見てましたみたいので、この間あのパニックになったんすよ、みたいなして、大樹さんは刺されましたつって、いや刺されへんみたいな、ああすかつって、まああれじゃん、お前さ吉六でジョイポリスの話してるからみんな吉六見てるんちゃうみたいな、ダッサ、何この言い訳、無理やりな、なんかダッサって、次の大樹さんマスクしないですね、そして気づかれようとしてる